皆さんどうもピーマンです。今回俺と巨人の143日物語実況112回目になりますよ。今回の実況から伝統の一戦が始まります。阪神3連戦になりますね。今回はその1戦目をプレイしていくことになるよ。いや前回の中日戦3連勝、いい流れというものはどこまでも続いてますよ。この阪神戦も勝つ、全部勝つ。で次のカード広島戦も勝つ、次のカードヤクルト戦も勝つ、でまたその次のカード中日戦も勝つ、全部勝つ。よろしく。もうこれ以上の言葉はいらないね。全部勝つと俺は言った、宣言したんだ。今日は岩田と菅野の投げ合いになるね。阪神打線とそして岩田の成績をチラリと確認していこうかな。岩田くんはどこにいる？規定投球回到達してないのか。はいはいはい。で岩田はあいるね。防御率 3.25。 うわこの何これ、阪神おかしいでしょこれ。こんなんちょっと待ってくれよ、おかしいだろ。みんな見てくれ、メッセンジャー5の11、で岩田4の12で負け越してる。この防御率でだぜ。いやもうメッセンジャーこれ帰るよ。岩田も他球団に行くね。藤浪だけ勝ってる。いやこれはおかしいね、これはおかしなことやっとるね。なんか非常に裏がありそうな感じだよ。藤浪だけ勝ち越してて、防御率3点台前半の岩田で、メッセンジャーも普通にいいの負け越してる。ありえないぞ。で阪神打線は3割はいないね。でチーム OPS を見ていこうか。最高 OPS は誰になるんだ。ショベーなんだこの打線。ははははは。規定打席で到達し7割はね鳥谷だけだね。いやいやもう怖さないよ、ボコボコしていきますよ。全然怖さない、怖さない、怖いと思えないもん俺は。ひどいなこれ。岩田君には悪いけど今日も負け越してもらうからね、当たり前ですよ。今日はねちょっと高橋が不調なので、高橋に変えて亀井を入れていきましょう。うん。で太田、あ太田絶好調だな。じゃあここまで鈴木をねスタメンで使ってきましたが、今日はちょっと俺は太田を信用しようと思う。太田リードオフマンで行くよ俺は、行くよガチでね。ほんで亀井を今日2番に入れて、坂本3番、長野を5番、阿部6、4番で、でオードルまた調子悪いのか、打率も3割切ってるしね。ただまあちょっとここ何試合か外して、いや今日も外そうか、岡本でいいや。今日も岡本入れましょう。よし、このベストオーダーが完成いたしました。このベストオーダーで戦っていくからね。今回はチームがピンチになると私ピーマンが操作していきたいと思いますので、よろしく。おー3連勝で勝率5割復帰ですよ。ほんとだよ、エースがので4連勝、当たり前ね。エースですから、負けるエースっていうのはもうそれはエースじゃないからね、当たり前ですよ。負けるエースはいらないエース。まあ菅野はね今季そこまでいい成績は出してないんだよね、この俺と巨人の143日物語ではね出してない。あの本当の大事なところで打たれてるね。全く俺はもう信頼感ゼロ。菅野に対して信頼感がない。顔見るだけでちょっとねムカムカする。あっち行ってくれと、俺の前に来るんじゃないよと、あっちいろって、あっちでコーヒー牛乳を飲みなさいと言いたくなっちゃうんですけどね。まあ今日は信用しましょうよ。負け越してる岩田ですからね。大きくチーム成績は全ての部門で勝ってるね。はい余裕ですね。チーム打率2割3分9厘、お前横浜か、暗黒時代の横浜じゃねえかお前。ひどいな。よしやっていこう。今日は太田をリードオフマンで使っていくからね。うん、とりあえず1回をゼロで行きたいんだけどね。いきなり打たれるエースはいらないエースって言ったよね僕。ここで新井亮太ですよ。どんだけ菅野くんは打たれるんだ、ありえないよ。しゃあ任してくれ、大丈夫抑える。あ危ない、ど真ん中失投じゃないか。縦すら、はい三振ありがとうございます。ふぅ落としときゃ三振だ。洗いなんて落としときゃ三振だ。気がつけばブンブン振ってる。いやしかし1回からこのピンチを招くというのはいかがなものかと思いますね。以後さて太田打ってくれよ、今日絶好調。はい、いきなりヒット、ありがとうございます。これが太田です。ほんで盗塁成功。おい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 、鈴木の後継者いたじゃん。おいおいおい、はい2点ありがとうございます。阿部素晴らしい、褒めるとこしかありません。おー巨人班朗報ですね。鈴木貴博の後継者が今見つかりました。太田です、太田大使です。はっ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 は。いや非常に笑いしか出てこないね、嬉しい笑いしか出てこないよ、ありがとう。しかしチームは2点取ってくれた後に失点のピンチを招くエースいらないね本当に。
菅原、日ハム行った方が良かったんじゃないかな。俺は別に巨人に来なくてもいいと思ってる人間だよ。日ハム行ってればよかったのに。ダメだ、ここでも打たれる。打たれるエースはいらないエース、なんぼほど言わすね。さて、しかしここでは打率の低い。ヤマトだ。ヤマトにも打たれたら本格的に終わりやね。ヤマトに打たれたらもうそれは終わりを意味するものだよ。終わりのヤマト。この打球は、勝負ありかと思ったんだが、これ当ててくるか。しかし落とします。三振、グッバイ。クソみたいなスイングだな。野球選手やめた方がいいんじゃないかと思うくらいのクソみたいなスイングだ。それでは当たらないよ。しかし2回連続ピンチ。これはあかんね。頼むよ。岡本からさん、ありがとう。今日は代わりに使ってみたかね。いや、ただ前回ね、いいとこでフォアボール選んでくれたのでね、非常に期待はありますよ。太田得点圏では打てない。得点圏でこそ光ってほしい選手になってほしいんだがね。僕は太田にね、長打を求めてますから、まあ、今日はリードオフマン起用ですけどね。長打を打てる太田が欲しいのです。私が池に落としたのは長打を打てる太田。はい、ガッツ3点目。ありがとう。いや、もうガッツはやばいね、本当。得点圏で打ちまくりですわ。もう得点圏でね、ガッツ出しときゃもう点入るからね、これ。無条件に。無条件にガッツっていうだけでなんか点が入る。素晴らしいよ。さて行こう。どうだい？おー、チャンス。で、坂本。あー、ダメ、ここでは打てない。5回の表ですよ。この回を抑えると勝利投手の権利を得るよ。岩田は残念ながら今日も負け越すんだね。はいはいはい。もうこれしゃあないですけどね。もう阪神にいたことを後悔しなさい。おかしい、これ藤浪くんだけ勝ってて、メッセンジャーも岩田もそんな悪くない防御率なの、全部負け越してる。それも1勝や2敗じゃないからね。岩田に関してはもう10勝近く負け越してる。10敗近く負け越してるわけだから。あかんよ、あれは。かわいそうで仕方ないわ。はい、4点目。太田がタイムリーですね。素晴らしい。あ、盗塁失敗。いいでしょう。まあ、太田らしいよね。上げた後落とすっていうね。上げたのにって。こっちは評価したのにって。こっちの気持ちも考えてくれよっていうね。安賀の7回裏行ってもらいましょうよ。今日は完封行くつもりでね、ぜひやってもらえればいいなと思うんですが。あー、ガッツここでは三振だ。ちょっと待って、まあ一応投球内容だけね、確認しときますわ。4点なんてすぐひっくり返されるからね。球数89球ですから、当然8回もいけるでしょう。長いイニング投げてこそ、菅野のね、本来の実力というのが発揮されますから。あら、ここでヒット。からの、ゴメスにフォアボール。ピッチャーに、ピッチャー筒井だ。ここまあ代打来ると思うけどね。関本来たよ。球数109球、ちょっとこの子イニング多くないかい？よし。抑えるよ、とりあえず。守護神出そうか、次のイニング。あ、でも4点あるとセーブつかないのか。まあいいや、ここは抑えることに集中しよう。おお、見てくる？ What？ あー、代打の切り札粘るね。本気で引退の関本を抑えて、この打球は嫌な感じ、嫌な雰囲気来るよ、これ。だんだんちょっとフェアゾーンに寄っていってるからね。うわー、ボールか、あかん。2アウトランナー満塁で次のバッターは福留さん。いや、もう絶好調。ダメだ。菅野ごめん。俺は菅野では抑えられないわ。ここは沢村投入といこう。1点もやりたくないからね。前回も完封勝利で勝利を挙げてるわけだ。え？ちょっと待てよ。トネが調子いいな。福留さんは対左に強いのか。対左ミートは？あ、対右に強く、対左に弱いんだね。いや、もうここはもうトネでしょ、確実に。行こう行こう行こう。このね、完封の流れというのは続かしていかなければならないと思っている。トネトネトネ、よし、対左に弱い福留さん、おりおりしちゃいますよ。はい、おお、最高の球が決まったのに、これで終わりだ。あ、いい三振、ありがとうございます。ブン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 、蜂が飛ぶん。福留も飛ぶん。終わりましたん。はい、オーケー。完封間違いないでしょうね。もう勝利は確実ですよ。いや、もうこの9回もトネ行きましょう。この、4点差だと確かセーブがつかないんだよね。うん、もうトネで OK でしょう。絶好調ですしね。はい、セカンドゴロ。ヒット、ワーオ、カノ、梅野にヒットかい。からさんで、ゲーム、ノーノー、西岡にヒットからのワンアウトランナー1塁3塁。さて、ここでヤマト、得点圏打率は2割3分9厘。通常時の打率とそんなに変化ないね。使いやすいのか使いにくいのか。はい、終わり。ありがとうございます。あっさり初球で終わりね。阪神ファンからやじられながら帰れよ、ヤマト。初球で凡退するやつあかんよね。打てばサヨナラもあったかもしれないのね。サヨナラのチャンスを作り出すこともできたかもしれないのに。ああ、
いや、非常に効率悪いね、阪神は。8安打打って1点も入ってないというね。はい、今日は菅野が7回投げて0失点。チームの援護もアリーノ。これで4連勝。まずこの1戦目、伝統の1戦を勝利することができましたよ。もう本当ありがとう。今日は勝つべくして勝った試合だ。今日負けるのはありえない。今日負けるのだけはありえないね。ヘイユ、快勝だい。止まらないよ、うちは。止まる気はないぜ、ベイベー。これで菅野が8勝目を挙げたね。これで勝率を5割戻しましたよ。菅野も負け越してたからね、今まで。で、岩田に関しては4勝13敗目。いや、もう今日のピッチングしてれば、そら負けるでしょうね。当たり前ですよ。負けて当然、コケコッコ、よろしく。うわ、ほんでこれ見てよ。今日は赤だらけ。赤と黄色だらけだね。はい、太田をリードオフまで使ってみましたが、2安打と大活躍。阿部も4番として大活躍。ガッツも5番と6番でね。タイムリーも打ってくれましたし、いや今日はもうすべての野手陣に感謝。ただ岡本だけが今日ヒット打ってないで、ピッチャーの菅野でさえ打ったのに。岡本くん、君はもうスタメンでは使わない。次回からオードルを使っていこうかな。で、菅野は7回3分の2を投げて0失点。ただフォアボールは3つと、ちょっと菅野らしくないですね。フォアボールが多いね。はい、プロ初セーブ。あ、セーブつくんだね、4点でも。あ、そうなんだ。あ、まあいいや。はい、トネがそのままね、使ったので、セーブがつきましたね、トネに。お。よし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 。止まらない、止められない、阪神、ごめんねと。あっさりと勝利して、おお、もう白しかない。もうホワイトな気持ちになれるね。暗い気持ちにならない。黒しかなかったら俺はものすごく鬱やネガティブになるんだけど、もうそうはならないね。ありがとうございます。無事1戦目の方を勝利で、終えることができました。次回は2戦目をプレイしていきますのでね。もうどの試合も負けられないというわけで、貯金も1溜まりましたしね。これから貯金をぐいぐいと貯めていきましょうよ。じゃあ次回の実況もまた見てくれよな。グッバイ、また会いましょう。